テスタ・トンプソンはアメリカ合衆国の女優、ミュージシャン。カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれ、休暇中はバンド、チョコレート・ジーニアスに所属するシンガーソングライターの父、マーク・アンソニー・トンプソンの住むニューヨークで過ごして育つ。サンタモニカ・カレッジで文化人類学を学んだ。サンタモニカ・カレッジ在学中の2002年、テンペストで初舞台に立ち、2003年には、 南北戦争前のニューオーリンズを舞台にしたロミオとジュリエットに出演し NACP シアターアワードにノミネートされた。2005年には CBS ドラマコールドケース迷宮事件簿で初めてテレビに出演し、レギュラー出演したベロニカマーズで広く知られるようになる。続いてクレイズ・アナトミー・コイの解剖学、ヒーローズ、プライベート・プラクティス迷える大人たちなどに ゲスト出演した。2010年、タイラー・ペリーが監督した擬曲の映画化、フォーカラード・ガールズに自ら働きかけて、出演を果たした。2014年には共に高く評価された、ディア・ホワイト・ピープル、グローリー、アスエの更新に、2015年には、ライアン・クーグラーが監督した、ロッキーシリーズのスピンオフ映画、クリード・キャンプを継ぐ男に出演した。 2017年2017年、マーベル映画の人気シリーズ、マイティソーバトル・ロイヤルに勝ち気な女戦士、バルキリー役で出演し、注目を集めた。2019年、次世代のリーダーとして5月27日号のタイム氏の表紙を飾った。エレクトロバンドコート、英語オーストで音楽制作に携わっており、主演した映画、ディア・ホワイト・ピープルには、楽曲も提供している。 男性にも女性にも惹かれるとバイセクシャルであることを公言しており、公に交際を認めてはいないものの女性歌手、ジャネール・モネートは深く愛し合っているとしている。マイティソー・バトル・ロイヤルで演じたバルキリーも本編からバイセクシャルであるとわかるシーンがカットされたものの、MCU 発のセクシャルマイノーリティのキャラクターという設定である。ありがとうございます。